お客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも、食小級のものが必要だ。食小級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？うん？俺が決めるのか？いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。おう、答えは？全部もらうぞ。ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。モラ？確かに、その問題は考えてなかった。俺のミスだ。はあ？買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。これがお金持ちの世界か。経済学のことはわかるのに、お金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリ石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリ石は器具によって成形された後に、その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし、正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い者に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと、賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち、高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよ、お客さん。焼かれたら売り物になりません。それなら、まあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、
それくらいは負けておきますよ。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄すぎだろ。紙より薄い、いや虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ。炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは。助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃああとは実験できる場所を探さないと。あ、思い出した。モンドで見たんだ。ダダウパの谷の光肉族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったからあれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。牧歌の城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。少し申し訳ないけど割り込ませてもらうしかないよな。すまんすまん。こいつはどうだ。これ、いざ。やっ。わあ、スープがたんまり入ってるぞ。ヒルチャールは大食いだな。このスープが水元素の代わりになるな。早速火をつけて実験を始めてみるか。これでいいよな。オイラもサンプルの番号と位置を注意して見とくぞ。じゃあ始めよう。結果が出るまで炎元素で大鍋を加熱するんだ。光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が言ってたよな。ちゃんと観察しろよ。Right now.
は2番のヨドマリ石からだよな。またヒルチャールが来た。しつこいぞ。ヒルチャールは食べ物を無駄にしたことをかなり怒ってるみたいだな。おとなしくしや。いざ勝負。帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。なあ、3番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？ああ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でもそれはつまり、岩王帝君は本当に、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝の匙で料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どう？いいのか？今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ、今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。店主、その気持ち、きっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーゆえ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーゆえは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする、結構な額だぞ。あ、そうだ、講師から資金をもらってたよな。足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。1モラも出してないくせによく言うよな。ああ、確かに必要だな。今後は俺も善処する。二人のおかげで助かった。揺るぎない。ヨドマリ石をここに置いてくれ。
すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは。そうするしかないな。ところでここが送船儀式の会場になるのか。ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。ああ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それとここに残っているガンオーデイ君の体。伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局でありテイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。いや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。送船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーユエでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。